おっしゃ、それではときメモ GS ですね。続きをやっていきたいと思います。前回がホワイトデーやったんでしたっけ？で、今日が先生の課外授業と、明日が K 君とデートと、で、6月これは？体育祭だよ。なるほど。まあ、この辺までね、じゃあ目指してやっていきましょう。さあ、どうしよう。あ、服、そうか。あ？あれ？今日の課外授業の集合場所はどこだったっけ？俺も覚えてないんだよ。どこって言ってた？やばい。新羽ばたき駅じゃない？こんなこともあんの？まだ来てないみたい。待ってみよっと。え？遅い、遅いなって。公園入り口行く？よかった、間に合った。全員揃ったようだな。あ、危ねえ。出発する。こっちだったんだ。結構ね、プレイに時間が空いてしまったんで、すんごい危なかった今の。なんとかなんとかなったね。静粛にできないものはここに残ってもらう。静粛にってなかなか聞かないけどな。よろしい。それでは入場する。もう黙ろう。もう一列に並んで速やかに入場口へ。はい、今日どこに行くんだっけ。これから館内を巡回する。はあ、どうだ諸君、特に見学したいコーナーはあるか。また振られるぞ。先生と二人きりになれるコーナー、これは絶対通用しないからやめとけ。郷土の歴史コーナー、とにかくミイラを見たい。え、まあ美術館なんだろうけど、これかな。ミイラ、先生ミイラ興味あんのかな。まあ一応これで行きましょう。もしね、あれだったらまたリセマラすればいいんで。よろしい。はあ、郷土のルーツに興味を持つことは歴史研究の第一歩だ。そうですか。やったね、バッチリ好印象、よかった。今日の課外授業とても勉強になりました。よろしい。君の学習態度は感心に値する。もっと褒めて。次回もまた参加するように。俺は褒められて伸びる子だから、よろしくお願いします。ではここで解散する。寄り道せず各自まっすぐ帰宅するように。この時は送ってくんないんだな。オッケー。そしたら今日が K 君とのデートなんで、ちょっと怖いんでね、一回セーブしておきます。オッケー。そしたらまあ服はね、ここでどうせできるんで。ただピュアって他あなさそう、なさそうだな。これはピュアにはならん。マジか、どうしよう。同じ服とかって言われんのかな。一回標準で行きます。まあ何も文句はね、これだったら言われないから。どこに行くんだっけ。そもそも葉月くん、まだ来てないみたい。待たせた。いえ、うん、私も今来たところだから。そうか。はい、オッケー。とりあえず音がめなしですね。あ、イオンに来てんのか。これお前にどうだ。え、またそういう感じ。うん、どうしようかな。何それ、センス悪い。これはないとして、もうこっちゃっていいんじゃないの。いや、え、冗談。そんなのあり。うわ、印象悪くなっちゃうの。これリセマラしましょう。やっと終わったな今日。あなたが変なこと言うから空気悪くなんだよ。じゃあ。いや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 、おっしゃ、死に戻ってきた。なんかね、調子に乗ってもう一回これで行ってみたら、やっぱりね、同じ服だと文句言われるんで、標準でこれで正解ですね。はい、はよ来い。まだ来てないみたい。待たせたか。待った。うん、私も今来たところだから。そうか。はい。となるとどれが正解なんだろうな。これ。ただお前にどうだ。この店だからな。センス悪いよって言っちゃう？
まあ、これが印象悪いだから悩んどくのが正解かな。これにしようかな。あ、冗談？まあまあかな。え、ってことはセンス悪いが良かったのかな。お疲れお疲れ様です。じゃあ、なんかなかなかうまくいかないな。で、5月入ってこれ情報って見ましたっけ。ビリヤード、あれ、これ見た？繁華街に新しいデートスポットが誕生、大人の遊戯にちょっぴり浸ってみたいと思っているあなた、レッツチャレンジ、ルールを知らない女の子は、あ、なんかでもこれ見たな、多分見てる、見てますね。あ、ですね、オッケー。そうしたらどうしようかな。5月6日、何をあげよう。引き続き運動で行くか。あ、ただそら、いくらちゃんとスポーツすると運動も上がるし気配りも上がるから、これで行こう。はい、ピンポンっつったのに何も上がんない。あれ、進藤、一緒に帰ろうと誘う、たまには喫茶店行きませんか。進藤、誤解状って帰らない？その話乗った、もう今日は喋りまくっちゃうよ。珍しい。じゃあ行こう行こう。最近トーヤとはどうなの？あ、ねえ、シンド。ん？何？好きなテレビ番組について、まあ囲碁のチャンネルだろうな。食べ物の好み、好きなスポーツ。まあ、無難に食べ物でいいかな。食べ物って何が好き？そりゃミルクレープでしょ。ミルクレープ。ほとんど毎日自分で焼いちゃってるよ。マジで？毎日？自分で？暇だね。まあね、甘いもん好きだしね。あ、意外だな。でも、ん？カロリーがね、ちょっとね。まあ、まだ若いから気にすんな、そんな。もうちょっとお年を召してから気にすればいいと思うよ。やっぱり毎日じゃね。なるほど、ラーメンとか言うと思ったんだけどな。はい、でもだいぶ気配り上がりましたね。そうしたらどうしよう。リッチ度ゼロなんだよな。で、バイトの電話をしてみようかな。一回セーブします。さすがにそろそろバイトしたいんだよな。どこがいいんだろう。とりあえずまかないでそうなところ、バーガーもいいけど、喫茶でいいかな。いろんなメニューありそう。はい、アルカードです。アルカード、アルバイト募集の広告を見て電話したんですけど。もう結構昔の話だからね、募集出てたのね。じゃあ毎週火曜日と木曜日に働きに来てもらえるかな。面接とかなしでいいんですか？いいの？はい、よろしくお願いします。そんな簡単に？では次回から来てください。じゃあよろしく頼むよ。よっぽど人に困ってんのかな。毎週火曜日と木曜日に喫茶店でアルバイトか。よし、頑張るぞ。マジで？そうしたら今週もいくらちゃんでいいかな。ん？あ、バイトですね。今日から新しく入りました、茎わかめです。よろしくお願いします。君には毎週火曜と木曜に入ってもらうから。すごいっすよ。よろしく頼むよ。わかってます。はい、わかりました。じゃあ早速で悪いけど、うん、隣の撮影所にコーヒー届けてくれる？あ、デリバリーもやってるんですね。はい、行ってきます。よし、頑張るぞ。落とすなよ。A スタジオは、あそこだ。お待たせしました。ご注文の品をお届けに参りました。ワカメ、これ撮影されちゃわない？大丈夫？お？お前。え？あ、マジで？あれ、ハズキ君どうして？どうしてって。すごい格好だよ。ファーだらけだよ。あ、もしかして雑誌の撮影とか？まあそんなとこ。お前は？バイト？
ト？あ、バイト始めまして、うん、これからも喫茶アルカードをごひいきに。うん、まあ頑張れ。ありがとう。ここのスタジオでやってんだ。はあ、すごい偶然だ。ピンポンって言って何にも上がんないのはさ、良くないって。悪くないんじゃないでしょうか。で、あ、イクラちゃん、イクラちゃんも喫茶店行くかな。イクラちゃん、お茶して帰らない？ごめんね。え、今日ね、いっぱいやることがあるの。ごめん、なんか遠回しにお前暇だなって言われた感じがして。ああ、そうなの。本当にごめんね。またね。まあ、いいんだよ。しょうがない。一人で帰るか。マジか、残念だな。あ？今週はバッチリ。珍しいね。なんかあの茶髪の子かわいいな。あ、でもよく見たら緑の子もかわいいですね。なんだよ。今週はいっぱい遊んだね。あ、ああ。ただ一緒には帰ってくんなかったけどね。で、あ、今日がじゃあ部活ですね。これ行こう。へい。で、バイトしたのにリッチ度は回復しない。え、あ、もうしっかりバイトの予定も入ってますね。そうしたらどうしようかな。もう一回行っちゃいます。気配りだいぶ上がってきてるから、気配りも70ぐらいにはしたい。はい、バイト頑張ってんね。めっちゃ気配り上がる。素晴らしい。あ、今週もバッチリ。今週はいっぱい遊んだね。もう遊んだね。やったね。いいね。だいぶ2年目にして。で、そうしたら一回デートの約束しないと嘘になっちゃうから、まあもうフリーマーケットは諦めるとして、来週一回電話しましょう。セーブして。オッケー。そしたらじゃあ電話しよう。ん？アルカードバイト辞めるの？いやいやいや。え、そうしたら、そうか、それイネエジャも出てたんだ。だから、そしたらまあ、引き続きケイ君で。はい。はい。あ、葉月くん、茎わかめだけど、そろそろ覚えてください。5月、あ、6月1日、ビリヤードやんのかな？繁華街、ボーリング、え、やるかな？ゲームセンター。スロットはやんないだろうからな。え？か、またプラネタリウム行く？ん？プラネタリウム、プラネタリウム行こう。6月1日にプラネタリウムに行かない？別に。あ、行ってくれる。寝よう寝よう。じゃあ6月1日に駅前広場で待ってるね。オッケー。早く6月1日にならないかな。んで、今週ももう、イクラちゃんでいい。はい。とりあえず、気配りをね、70にはしたい。これでもし次のテスト、技術家庭科が上がったら、気配りってことだから、足んなかったの。あ、で、デートですね。であれば、一回セブしよう。オッケー。で、今回は、服も、またピュアでいいはずなんで、あ、標準が可愛くなったな。ただ6月なのにまだお前長袖なのって言われそうだから、そろそろ本当服買いに行きたいな。ここに行きましょう。まあ腕まくりすればね、半袖っぽくはなるから。みんな半袖だよ。葉月くんまだ着てないみたい。待たせたか。ケイくんもだいぶ半袖だね。私も今着たところだから。そうか。はい。その服似合ってる？え？似合うな。ありがとう。好きだよ俺。よかった、またピュア買いに行くから。よかった、この服葉月くん気に入ってくれたみたい。また季節感を言われるかと思ったよ。で、プラネタリウムと、うん、
まあ一回来てるからな。本当にそうなの？多分だよね。で、北斗七星の北斗の剣具合に沿って伸ばしていくと、はあ、あ、ボタンを押さないといけないんだっけ？牛飼い座のアークトゥルスを通り、はい、白い明るい星にぶつかります。なるほど。これが乙女座の一等星スピカです。はい、パルゴの釈迦ですね。本日の上映は終了いたしました。カニ座について何も言ってくんないんだよな。星座ってどんなやつが考えついたんだろうな。まああのセイントセイヤの作者さんかな。きっと星空を眺めるのが大好きな人だよ。星座占いは得意、占ってやりようか。相当暇な人だったのにこれはないだろうよ。さあどれだ、これかな。意外とケイ君占いはそんな好きそうじゃなかったから、まあダメならダメでリセマラしましょう。ああ、気がつくと空が白くなるまで眺めてたりする。それはさすがにちょっと暇すぎないか。やったね、バッチリ好印象。いつものなんか眠かった系の選択じゃなかったな。楽しかった。本当に？また呼べよ。呼ぶ呼ぶ。俺もその服買おうかな。じゃあんで一回情報を見ようかな。6月になってるんでね。はい、羽ばたきニュース。あ、遊園地お化け屋敷。羽ばたき山の遊園地に新しいアトラクションが誕生。夏にこそぜひ遊んでほしいこのアトラクション。お化けがとっても一生懸命で怖いです。彼に抱きつき必然です。ただし悲鳴は可愛くね。お化け一生懸命なんだな。え、誘ってみようかな。まあ、結局映画もライブハウスも行かないんですよね。で、星座占い、恋愛は悪くなさそうだな。6月の末よりも15の週と、まあ、8の週がいいと。ゴロは13になってますね。チャオ、みんな恋してる？夏ね。私の体はもう夏真っ盛り。あ、もうこうしちゃいらんない。一足お先に海へ飛び出すわ。みんなも暑い夏にしてね。あ、変わりましたね。今の流行は何と言ってもショートパンツ。デートに来ていけば彼氏はメロメロよ。それから流行色はイエロー。うまくファッションに取り入れてね。そんでもってアクセントにピアスをつけるといいかも。もうこれで完璧。彼氏の視線は釘付けよ。またね。俺はお前の体操に釘付けだよ。そうしたら、え、まあ今週もう一回、もう一回こんのちゃんでいいかな。あ、一応でもリッチ度もちょっと上がってるから。あ、あれ、こんな時間まで練習してる人がいる。野球部の人かな。あ、お疲れ様っす。今帰りっすか？もうトンボ帰りだよ。日比谷くん、こんな時間まで練習大変だね。いや、練習は自分のためにやるもんすから。甲子園目指してんの君も。そっか、そうだよね。じゃあ自分はもう少し練習続けたいんで。うん、ワカメを甲子園に連れてって。うん、頑張って。あれ、練習ってもしかしてそのローラー、ローラー？おい、そうっす。あ、何やってんの。自分は人の2倍練習するんさ。そんなん動く、バカなのかな。でもそんなに無理したら体壊しちゃうよ。心配してもらって嬉しいっすけど、大丈夫ですから。本当に？プロに進むにはこれくらいで根を上げてちゃダメなんす。プロすごいね、やっぱね。そっか、日比谷くんってプロを目指してたんだっけ。はい、日比谷渡るはドラフト逆指名で入団して新人王を取る予定っす。おー、頑張れ。そして3年後には女子アナと結婚するっす。君はラン姉ちゃんと結婚してろよ。それが自分の夢なんす。そう、
頑張って。なんか最近出番ないなと思ったら自ら出てきたな。あ、シンド。まあ喫茶店はいいから一緒に帰ろう。シンド。あ、あんたも今帰り？お、帰り。ねえ、一緒に帰ろうよ。あ、え？私用事あってさ、ちょい無理、ごめん。あ、そう。そっか、わかった。じゃあね、今度埋め合わせするから。本当に？仕方ない、一人で帰ろうと。まあこの間言ってくれたしな。やばい、なんかブブブブ言ってる。オッケーっていうところでね、まあいいお時間になってしまったので、今回この辺にして、次回ですね、まあワカメの誕生日ぐらいまではやれるかなと思います。というわけでここまでご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい、バイバーイ。あ、見せらんない、見せろ、早く行こう。あっ、ちょっと、オッケー、なっ、もういいって、サブ、ヘイ、ヘイ、サブ、ヘイ、よし、やばい、うわ、あいつさえいなければ、ヒールやめて、うわ、マジで、